アフリカ。静かに厳かに夜が明ける。虫は息を潜め、鳥は木という木で歌い始め、空気はしっとりと生きとし生けるものを包み込む。幻ではない、神のいたずらでもない、いつもいつもやってくる美しい朝。ケニアは国土の約 6% が国立公園といわれる。キリマンジャロにほど近いアンボセリ国立公園、タイタヒルを取り巻く形の巨大なツサボ国立公園、そのどちらも地平線のはるか彼方まで続いている。ここはまさに野生の楽園。楽園が育てた自然の芸術に誰しも驚嘆の眼差しを送る。第2セクションはモンバサを出て初日のコースをほぼ逆走し、ナイロビに帰る 872.25 キロの道のりである。ラリーは力と技、人間と機械、独創と協調、個人と組織、スポーツの面白さを全て持っている。サファリラリーではこれに大自然との戦いが加わる。ランチャーのトップドライバーマッシモ・ミキ・ビアシオン、今年は世界チャンピオンを狙っている。ボルクスワーゲンに乗るアーヴィン・ウェバー、今までサファリに3度チャレンジして4位2回、5位が1回。ランチャーワークスのセカンドドライバーは地元ケニアのビッグ・プレストン・ジュニア、彼もまたサファリスペシャリスト。主要チームは1台に1機ヘリコプターをつけた。マイク・カークランド、サファリでは日産車で3位になること3回、ケネス・エリクソン、昨年フォルクスワーゲンで二輪駆動部門のチャンピオンを取った。ユハ・カンクネン、1985年、26歳でサファリ初優勝、以来常にラリー界のトップに君臨する。ケニアのプライベーターも健在である。フォードに乗るヘリア、その後方はジルである。第2セクション、まずビアシオンがトップに立つ。ウェバーも必死に食い下がった。直線コースでは200キロに達するスピード。カークランド、タイヤパンクのため3分ロス。しかしトップとは僅差だ。ラリーはマサイ族の人々が暮らす地域に入ってきた。ケニアの人々はおしゃれである。ケニアにはさまざまな色がある。ケニアは全般的に女性の方がよく働くが、マサイもその例外ではない。女性は日の出とともに起き、ヤギや牛の乳を搾り、
夫のためのお茶を作る。ビーズ細工は今や彼らの大切な観光収入にもなっている。自然と共に生きる天才マサイ族。しかしラリーのことはよく知っている。プライベート参加のフィッター親子も方法で生き残っている。唯一の女性クルーリンダ・モーガンも元気にサービス地点に着いた。緊迫するラリーシーンの向こう側ではのんびりとサファリを楽しむ人々がいた。イースターの季節は絶好の観光シーズン。ヨーロッパやアメリカから続々とやってきたツアー客。ここでは完全に時間が停止しているかのようだ。しかし皮肉にもサファリラリーは1分1秒を争う時間との戦いが続いているのだ。ミッションが遅れた。後続に次々と抜かれた。ターボチャージャーが不調となり35分かけて交換。6位にまで後退してしまった。